作のヒント、その6。固有名詞で一句。俳句ラブ。皆様、こんにちは。今回の作句のヒントは、固有名詞で一句です。固有名詞も様々ですが、人名、地名の例句をご紹介いたします。ぴったりと決まれば、名句誕生。性格が八百屋お七で、シクラメン。兵国紀葉。八百屋お七といえば、恋人に会いたい一心で自宅に放火した裏若き娘。火事はすぐに消し止められたものの、鈴ヶ森で火あぶりの刑になりました。この句のシクラメンは真っ赤な火の色でしょう。温室育ちの赤いシクラメンと、お嬢さん育ちで世間知らずのお七。赤でつながります。お七とシクラメンの取り合わせもミスマッチギリギリでインパクトがあります。物はがみ、哀れゲイリー・クーパーも、兵国紀葉、季語の木の葉紙とは、ご存知の通り、冬になって木の葉のごとく紙が抜け落ちることです。ゲイリー・クーパーは、若い方は知らないかもしれませんが、昔一世を風靡した二枚目俳優。この句が読まれた当時、ゲイリー・クーパーは56歳。そろそろ頭髪も寂しくなる頃でした。最後のもは、もちろんゲイリー・クーパーを指していますが、深読みをすれば、作者自身もまた、とも。当時、京極は49歳でした。モジリアニの女の顔のかかしかな。阿波の聖保。モジリアニの描く女の顔、ご存知でしょうか。細面に目も鼻も口も小さく描かれています。品は良いですが、地味な面差しです。モジリアニという画家の名前で、かかしの顔が鮮明に浮かび上がってきます。寂しさを募らせる風も吹いてくるようです。新宿は遥かなる墓碑、取り渡る。福永浩二。新宿の高層ビル群を墓碑と捉えました。遥か遠くから新宿のビル群を見たのでしょうか。墓碑というからには逆光で黒ずんで見えたのでしょう。鳥渡るの季語で鳥の目線で捉えたとも取れます。九州出身の作者自身が渡り鳥と重なっているようにも思えます。新宿というだけで大都会を描ききっています。吉原に昔大化のおぼろかな。久保田万太郎。
明治44年に吉原で大きな火事があったそうです。吉原と大火で歴史がよみがえり、それも今はおぼろと。吉原という地名で大きくイメージが広がり、まるで小説のイントロのようです。桃引きとシンガポールで別れけり、中原道夫。寒い国から桃引きを履いて旅立ったのでしょう。東南アジアのシンガポールに着いたら、もう桃引きなんか履いていられない。さっさと脱ぎ捨てたに違いありません。桃引きの擬人化が愉快ですし、桃引きとシンガポールとの取り合わせはおかしみも抜群です。